ヨハネス・ウィットマンを取得し、1485年に、マギステルを取得した。1489年に、ライプツヒデ、ベヘンデウント・ハブッシュ・リシェナング・アウフ・アレン・コフメン・シャフと、ドイツ語・アイ・イすべての商売における機敏で簡潔な、計算を出版した。それ以降の版は、プフォルツハイム・アグノー・アウクスブルクで出版された。残っているコレクションの手書きのものは、彼が、 マニステルを取得した後、例えば K ソロ版の線や大数学での計算の講義を持つことを発表していたことを示している。大数に関する講義が実際に行われたという証拠であり、これは知られる中で大学で初めて行われた大数の講義である。四百九十五年頃、ラテン語の著作アルゴリズマスインテグラウルムカムプロバス、アネクシス、アルゴリズマスリニアレス、 アルゴリズマスマヌーシャラムフェシカレム、アルゴリズマスマヌーシャラムバルガリウム、リグラハルシオペットフィロソファンツオーグメンティー、デクレメンタイアペラタウントトラクティタスプロポンプラスコーム、オリアスを出版した。ライプツヒで亡くなった。アダムリースが1518年から1522年までエアフルトにいた時ウィットマンの大数講義の原稿を知り、そこから自身の著作へ例を取っている。 a b フロ o r i a n K. j e r r A History of Mathematical n o t a t i o n s コジモ、インク、Inc., P128, ISBN 978-1-602066847、https://books.google.com/.books, id イコールで 8jp 無国2013年7月6日、閲覧。ありがとうございます。